皆さんこんにちは、荻上一樹です。今日はメディアとステレオタイプの話をしたいと思います。ステレオタイプとは何か、多くの方からこの言葉聞いたことあると思います。典型的なイメージのことをステレオタイプと言いますね。心理学の中ではステレオタイプと、それから偏見と、そして差別というのはそれぞれ区別されています。ステレオタイプというのはあるものに対する偏った見方、あるいは思い込みのことをステレオタイプと言います。偏見というのは、そのステレオタイプ、何かに対する思い込みに何か否定的な感情などが加わることを偏見と言います。そして差別というのは、それが現実で行動として伴った場合は差別ということになります。例えば荻上チキという名前のチキがカタカナであるということに注目をして、ステレオタイプ、偏見、差別について考えてみると、例えば名前がカタカナのやつって頭悪そうだよねみたいな、そうしたような感覚っていうものがステレオタイプですね。そして名前がカタカナのやつってなんか嫌い、なんか近づきたくないっていう風になったら、これは偏見っていうことになります。そして君は名前がカタカナなのかい、採用しないというような格好で、いろいろな制度上で弾いてしまったり、行動に伴ってしまう、こうしたようなことになれば差別ということになるんですね。つまり最初のカタカナステレオタイプ、カタカナ偏見、そしてカタカナ差別というようなことがいろいろと考えられたりするわけです。で、メディアは当然ながら偏見や、そして差別にも加担することがありますが、このステレオタイプにも大きく加担することがあるんですね。その一つの例を今日は取り上げてみたいと思います。少し古い本なんですけれども、こんな本があります。テレビと外国イメージ。これはメディア論の中では、いろいろな属性を持った人々というのがどのように表彰され、どのように表現され、どのように受容され、つまりどのように発信されて、どのように受け止められているのかということを研究する分野があるんですね。で、この本は日本のテレビの中で外国イメージがどのように再生産されているのかということに着目をした研究が載っています。で、面白いのは、この研究の中では例えば日本のテレビ CM に着目をして分析をした。で、そのテレビ CM に出てくる外国人の割合というものを分析した。そうすると、このテレビ CM に出てくる外国人の割合が7割ぐらいは白人であるということが分かったんですね。実際日本国内に存在する外国人、外国籍の方というのは、中国や朝鮮籍や、あるいはそのフィリピンや、そうしたアジア系の方々が多いんです。しかしながら、そうした現実と違って、テレビの世界では白人の方がテレビ広告などで使われることが多いということが分かるんですね。これは実際にその白人の方々を採用している、起用している CM などを分析していると、ある種の洗練された感じ、あるいは文明的な感じ、あるいは優れたものというような、そうした表現が多いということが分かったんです。ある種のハイテク機械だったり、ある種のファッションだったり、あるいはヘアケアのアイテムだったり、そうしたより美しいもの、より素晴らしくて賢くて豊かなもの、そうしたものに近づけるよっていうイメージを押し出す際に、白人の外国人が利用される、活用されるということが起きるんですね。実際の人口比率と違って、テレビの中ではこのように外国人といえば白人なんだという、そうしたイメージ、ステレオタイプが再生産される。そして白人といえば文明的で理知的で美しい存在なんだというステレオタイプを再生産されるということになるわけです。また面白いのは、細かく見ていくと、例えば今ヘアケアの CM について取り上げましたが、そのヘアケアもジャンルによって違う点というのがある。例えばその髪の毛の美しさなどを強調する際に、まとまりとか、あるいはそのサラサラ度合いとか、そうしたものを紹介するときに、やはり外国人の、特に白人の方が使われることが多かったりするんですね。ただ一方で、日本人らしい、日本人女性らしい髪というようなことを前面に出すものであれば、日本人の俳優の方が採用されることがあったりする。これが少しヘアケアの中でも育毛剤などのジャンルになってくると、今度は日本人の中年の男性が広告に起用されるということになったりする。CM の中でも外国人の方が起用されやすいタイプの商品と、そうではないタイプの商品というものがあって、その商品の傾向を見ていっても、やはり文明的で理知的だったり、あるいは清潔感があって美しくて、そして楽しい、ハッピーになるような、そうした気持ちを提供したいという場合においては、外国人の方、特に白人の方が使われることが多いと。そしてその外国人、特に白人を起用する CM では、例えばコミカルなトーンのものというものが少なく、シリアスな洗練されたトーンの CM が多いというような、そうしたその広告のパターンというものも紹介されています。
これ20年近く前の研究なんですけれども、その後いくつか追加の検証がなされたりしていて、10年おきに例えば外国人 CM の外国人比率、どこルーツなのか、どういった肌の色の方が出ているのかというようなことも追いかけられたりはしています。概ね傾向は変わらないところはあります。若干アジア系が増えているんじゃないかという指摘もあったりしますが、しかしながら圧倒的に白人の方が多いという状況も変わらないんですね。で、このようにこういった広告の取り扱われ方などを見ると、例えばアジア系の方が出る CM はどういったものなのか、白人の方が出る CM はどういったものなのか、そうしたようなことからもそれぞれの人種や国に対するステレオタイプの再生産のあり方を考えることもできます。で、翻って例えば若い女性が出るときはどうか、高齢の男性が出るときはどうかとか、赤ちゃんが出るときはどうかであるとか、地方がそれぞれ取り上げられるときはどうなのか、いろいろな CM で取り上げられる対象を見るごとに、どんなステレオタイプが再生産されようとしているのか、というようなことに注目することも必要になってくるんですね。テレビ CM に限らず広告というのは、人々の持っているある種のイメージに訴えかけて、そのイメージにぴったりの商品はこれです、というようなことをアピールをしてくる。つまり多くの人たちが抱いている、まあ一つのステレオタイプっていうものを再生産するだけではなくて、刺激することによってその商品を買ってもらおうというようなことが行われたりするわけです。そうしたようなその広告ビジネスだからこそ、場合によってはステレオタイプが偏見や差別を生むというようなことにも敏感でならなくてはならない。企業がそうした努力をすることも重要なんですけれども、それを見る私たちもその広告の中でどんな表現がなされているのか、そうしたものに敏感であるということもとても重要だと思います。小木上知紀でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。